はい、皆様おはようございます。本日はですね、ふきの煮物の作り方、これをねやっていきたいと思います。もうあらかじめね、茹でて筋を取ってアクを取ってございます。茹で方、アク抜きの仕方は別動画にねございますので、そちらの方を参照いただければ幸いかと思われます。はい、それではね、食べやすい大きさですね、切っていきたいと思います。まあ、3センチ、4センチぐらいがね、ちょうどよろしいかと思われます。こんな感じでね、カット、カット、カッティングですね。はい、カット、カット、カッティングが終わりました。そして一緒にですね、吹きだけじゃちょっとね、寂しいんで、薩摩揚げですね。はい、薩摩揚げもですね、3、4センチの長さですね。はい、これを切ってザックンザックンザクリンコですね、はい、切っていきたいと思います。はい、こんな感じでね、茹でていきたいと思います。はい、お鍋にですね、黄金だし入っております。そしてね、ここにみりんですね。みりんをドボドボドボっと、こんな感じです。割合はですね、おだしが4、みりんが1、そして醤油も1ですね。はい、こんな感じの割合でお願いいたします。4、1、1でございます。そしてね、ここに一つまみのね、お塩ですね。そうですね、黄金だしの 1% のお塩で構わないと思います。ね、一つまみのお塩入ります。でね、あとはこれが沸騰していくのを待ちたいと思います。沸騰しましたらね、先ほど刻んださつま揚げとふきですね、これを入れていきたいと思います。黄金だしの方はね、沸騰しましたらこちらですね。はい、ふきとさつま揚げですね。はい、これを入れてね、煮込んでいきたいと思います。この時ね、ご注意していただきたいのは、こっからは弱火でね、お願いいたします。火を落とします。そして落とし蓋がね、あるご家庭では落とし蓋をね、お願いいたします。そして落とし蓋がないご家庭ではね、こうアルミホイルですね、アルミホイルをね、ちょっとかぶして、揚げていただければ幸いかと思われます。それではね、このお出汁がですね、3分の1ぐらい詰まるまで弱火で、含ませ煮にしていきたいと思います。はい、ふきの煮付けですね。だし汁の方が3分の1程度にね、煮詰まりました。3分の1程度煮詰まっているということは、残りが3分の2が入っているということでございます。それではね、器の方に盛り付けて、食していきたいと思います。綺麗な色にね、仕上がりましたね。はい、器にね、カッコンカッコン、すくればカッコンですね。はい、盛り付け盛り付け、もんもんもりもりですね。はい、こんな感じで、盛り付け完成でございます。そしてちょっとね、このお出汁をね、上からかけていただければ完成でございます。はい、お出汁ですね、お出汁をつるるんるんです。はい、完成でございます。それではね、テーブルの方で食してみたいと思います。うまそうです。はい、テーブルの方にですね、ふきの煮付けですね。はい、もうね、穴が真ん中ね、すっこんと開いております。こんな感じですね。なかなかつかめません。あ、ね、もう向こうが見えるんじゃないのこれ、みたいな感じです。それではね、いただいてみたいと思います。いただきます。ね、よくお出汁が染み込んでも最高でございます。いただきます。うまいですね。はい、さつま揚げいただきます。はい、そしてね、今日も白飯いただきます。いただきます。最高ですね。いや、本当に昔の方はね、よくこういう美味しいものを、考えてくれたと思われます。感謝感謝でございます。いただきます。このふきのね、鮮烈な良い香りとね、お出汁の味ですね、これがお口の中にぷわっと広がって最高でございます。はい、それでは本日の最後まで無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございました。本日ですね、ふきの煮物の作り方、これをね、動画にしてみました。ふきのね、アク抜きした茹での仕方はね、別動画にございますので、そちらの方ご参照いただければ幸いかと思います。それでは失礼いたします。うまいです。最高。ふき煮付け。